野球しようぜジャイアンです、ボエ。今日はマリオ見ていきましょう。先日ですね、アマプラでマリオの映画見ました。普通におもろかったっすわ。ほっこりする系の映画はマジで久々に見た気がするんで、ほっこりしながらもっこりしました。まあ、今回はマリオの面白動画を見て、笑ってはいけないやっていきたいと思います。これでマリオ力を高めていってね、今後のマリオ生活に向けて頑張っていきたいと思ってます。マリオ生活ってなんだ。ということで早速やっていきましょう。あ、レッツマリオ。あ、ジャイアン、俺。ボエ。3、2、1、ヨー！サンディエゴ。オーケー！最近、うんちした後、ちゃんとお尻拭いてるのに、パンツが湿ってるような感覚になるのは、なぜなぜ？知らんうちに漏れてんですかね。ということで見ていきます。まずこちら、面白動画、マリオ爆笑。結構古い動画ですね。そんなことあるんだ。ブロック硬、全然気持ちよくないね。これたまるね。深い、これ深い、たまりますよ。痛がりすぎやろ。いや、まぁ、結構勢いよくぶつけたからね。痛いか。下手したら、頭蓋骨割れてるくらいのレベルかもしれないですよ。周りを帽子かぶってたんで助かったかもしれないですね。帽子かぶってる設定なかったら多分死んでたかもしれないです。Why did you hit at the block? I thought that there'd be a single gold coin. Some of them have coins. Really? No! マリオ忠告してたやん。ルイージバカだからな。忠告を聞かんねんな。本当かよとか言って、バーンって突っ込んでいったの。バカすぎやろ。Gold coin. Some of them have coins. Really? No! Luigi, no!ルイージ死んだやんけ。マリオより勢いよくいっちゃったんかな、ルイージ。これ死んでますよね、完全に。マリオのぶつけた時が。あ、痛い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 。まあ、まっすぐドカン。問題はルイージですよ。あ、リリ？ノー！首曲がっとった！ぶつけた瞬間に首が洗う方向に曲がっとった！これは即死や。まあ、マリオより細いからね。首の骨も細かったんかな。いや、非常に悲しいですね。続いてこちら、デカアタマリオ。懐かしの面白フラッシュ。強すぎやろ。どっちが敵かわからんて。でもクッパ焦りすぎて、ありえんほど武器投げて火放ってますからね。やばいっすよ、こんな。ピーチもびっくりしよる。なんか思ってたんと違うの来た。怖すぎやわ。しかもクッパ最後自害したやん。こいつに殺されるくらいならっつって自分から火ん中入ってて。お前が死ぬんかい！いや、まあ、正しい判断だったのかもしれん。何されるかわからんからね。悲しい終わり方。何食ったらそんなことなるんや、こいつ。こんなマリオは嫌だ、1。こないだマリオの笑ってはいけないやった時に、確かこんなマリオは嫌だ、2を見た気がするんですよね。1見てなかったんで。なぜか2から見ちゃったんで、今回1見ていきましょう。そんなことある？ゴールした瞬間に雷落ちるって怖すぎ。すごい確率に遭遇しちゃったね、マリオ。
のボタンやねん。床落ちるボタンじゃなかった。クッパがゲロ吐くボタンだった。意味な、汚いだけやんけ。時差すごかったね。ちょっとなんかシステムに異常あったんですかね。生きてればよ。なんでやねん、服金細やマリオ。あかんて。言うてもお前なかなかのおっさんなんやから怖いよ。普通に犯罪者に帽子だけかぶっていらんて。3、2、1、4、交換OK! ということで、あったやくないマリオでした。今回は全部結構古い動画でしたね。やっぱ昔の動画って味があっていいっすね。すごい懐かしい気持ちにもなれたし、面白かったし。これだからインターネットはやめられないってばよ。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメント、よしよし。ぜひマリオの映画おもろかったんで、まだ見てないっていう方、見てみてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。See you next time.赤子外せばシャグの味。紙で巻いた。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祭らないとたたられる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。フクデューレン、フクデューレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄。いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。ガタガタ、タイガガタガタ、抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられん。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ。まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。ヤニカスだって一生懸命生きているんだ。ヤニカスなめんなよ。闇神様。